さんこんにちは、くるみです。今日はかなり久しぶりの動画になってしまいましたが、私の最近購入していたスキンケアとコスメとヘアケアアイテムを紹介していきたいと思います。どれもお気に入りのアイテムばっかりなので、少しでも参考にしていただけると嬉しいなと思います。久しぶりの動画でお待ちいただいていた皆様ありがとうございます。体調大丈夫ですかとか、待ってますっていうコメントを DM たくさんいただけて、すごく私は幸せ者だなと思いながら、はい、読ませていただいていました。変わらず元気に過ごしています。いろいろと忙しかったっていうのもあったり、あと一つもう少しで皆様にお伝えできるちょっとプロジェクトも頑張っているので、それも楽しみにお待ちいただけたらいいなと思っています。で、何を撮ろうかなっていう、もうたくさん動画にしたいことがあるんですけど、まずは長くなりすぎちゃうので、まずちょっとジャンルを絞ってスキンケアとコスメなどにしようかなと思いました。で、これから他のジャンルのもの、ファッションだったりとか日常の動画とか、またこれからもアップしていきたいなと思っているので、こちらも楽しんでいただけるといいなと思います。では早速始めていきます。最近、一番最近購入したものから紹介します。2つこちらコスメがナチュラグラッセのものなんですけど、今日しているメイクはどちらとも使っています。まずこのベースからご紹介します。ナチュラグラッセのメイクアップクリームカラープラスというものの、今回2色新発売で2色あって、ラベンダーピンクのカラーとこのミントグリーンというカラーです。で、私はこちらのミントグリーンを最初から狙っていていいなと思っていたんですけど、ラベンダーピンクの方も使ってみたいなとは思っているんですけど、まずこちらのミントグリーンですね。それぞれどんな仕上がりになるかっていうのが違っていて、こちらのミントグリーンは赤みとかムラみたいなものを抑えて均一に透明感のある肌にしてくれるというカラーで、ラベンダーピンクの方は血色感をちょっと出したい時とか、温かみのある透明感のある肌にしたい時がラベンダーピンク。私はまずこちらのどちらかというと赤みとかが気になるなと思って、このミントグリーンにしました。で、このナチュラグラッセのメイクアップクリームはずっとシャンパンベージュだったかな、普通のベージュのタイプを使い続けているんですけど、こちらもちゃんと日焼け止めの効果もあって、こちらを購入してからはこのミントグリーンをお家にいる時も外に出る時もこの1本で仕上げるようにしています。メイクアップクリームの一番気に入っているところはダブル洗顔がなくて、クレンジングとかも使わずに石鹸だけで私は落としています。ナチュラル成分でできているので、肌にもすごくつけている間も優しいし、その洗顔だけで落とせるっていうのも肌にはすごく負担が軽いかなと思ってずっと使い続けているんですけど、お肌に直接塗るタイプはこれにしてからすごく肌が安定して、もう長い目で見て長期的に見てこれにしてよかったなと思っています。厚塗り感は全然なくて、ツヤ肌が作れる、綺麗な素肌感が出るので、特に私はこの上からコンシーラーとかは今使っていなくて、はい、このミントグリーンはちょっと赤みが出るような、私はこの辺りに赤みが出やすいんですけど、もし同じような悩みの方がいましたらすごくおすすめの一本です。はい、では続いてこちら、こちらはナチュラグラッセのアイパレット EX03 限定カラーです。このパッケージのカラーが普段は白っぽいんですけど、ちょっと限定カラーでピンクになっています。この3色入っているんですけど、今回はこの真ん中のカラーだけ今日指でもう単色塗りでささっと終わらせたんですけど、一番薄いピンク、これがちょっとマットなカラーで、ラメとかもツヤ感もないマットなタイプで、アイホール全体に塗ったりとか眉毛を囲うようにちょっとハイライトっぽく使ったりもしています。マットなのでそんなにつけてますっていうハイライトっぽい感じにはならないんですけど、それが逆に良かったり私はちょうどいいなと思って、そういう使い方もしています。で、この真ん中は今つけてるようなちょっとブラウンっぽい若干ピンク混じりのカラーかなと、ちょっとだけツヤ感のある
小さいラメ感、ラメというかもう本当に小さいんですけど、ちょっと濡れたようなツヤっぽさが出るカラーかなと思います。でこの一番端っこのボルドー紫っぽいカラーは、私はこの小さい細いチップにとって目の際とかこの下まぶたの際のところにポイントでつけたり、カラーメイクが得意というわけではないんですけど、ナチュラルな色好きなので、このくらいのボルドーだったら挑戦しやすくて、挑戦っていうほどでもない、もう本当に普段使いに取り入れやすいカラーなので、あとこの2つをミックスして塗ったりもしています。使い方はもうオリジナルで使っているんですけど、とっても使いやすいカラー、秋冬に使えるカラーが入っていて、夏にももちろん使えるカラーなので、新しい新作コスメとかアイシャドウとか探している方はこちらもぜひチェックしてみてください。アイカラーも2色出たかな。私はこの真ん中のこのカラーがすごくタイプだったので、もうこれを見た時にもうこのカラーだと思ってこちらにしました。ちなみにこちらは新しいコスメではないんですけど、今使っているリップはナチュラグラッセのモイストバームルージュ02番のコーラルベージュです。何度も動画でもご紹介させていただいてるんですけど、赤すぎずブラウンすぎずコーラルベージュ、ちょうどいいなと思い、こんな感じの本当によく使っているリップです。はい、では続いてスキンケアに移る前にネイルカラー、こちらはキュアバザーのキュイールという92番のカラーで、フランスのネイルなんですけど、爪に優しい成分で作られているので、私はこのキュアバザーをちょこちょこと集めていて、こちらも以前も紹介させていただいたカラーなんですけど、秋冬にとってもぴったりのニットとかにぴったりかなと思うカラーで、ただ夏もたまにこういったブラウンってしたくなるんですよね。濃いカラーは私はショートのネイルが可愛いかなと思って、短めにというか普段基本短いんですけど塗っています。いろいろなカラーがあるのでキュアバザーもおすすめです。ではスキンケアに移りたいと思います。じゃあまずこちら、それぐらいかな、 1,2 週間前ぐらいにインスタグラムでストーリーズの方で紹介させていただいた、紹介というか購入したっていう報告をしたんですけど、その際に気になっているのでぜひレビューしてくださいという DM をいくつかいただいて、私まだ使い始めてそんなに、ご覧の通り1週間ちょっとぐらいしか経っていないので、まだここが絶対にいいっていうのはちょっと控えようかなと思うんですけど、私が1週間ちょっと使ってみて良かったなと思っている点をご紹介します。まず使い始めに、初めて今回キールズのスキンケアアイテムを購入したんですけど、ずっと気になってはいて、で一番口コミが私が見た中でパッと見で多くてすごくいいよっていう、知り合いとかに聞いた感じでも良かったのがこのハーバルトナーアルコールフリーの化粧水です。すごくサラサラとしていて浸透吸収がいいなと思いました。塗った後肌に残っている感じがない、もう全部を肌に吸収してくれているような、水のようにサラサラしているので、私は手に取って塗るっていうよりもその間にこぼれちゃうぐらいサラサラなので、コットンに取ってパックのようにして吸収させるようにしています。香りもすごく優しい香りで、好みはそんなに分かれるような香りではないと思うので、私は全然気にならず初日から使い続けられています。夏に使い始めて私はぴったりだったなと思って、もし気になっている方は多分サンプルとかもキールズ頼むことができるので、小さいピリピリって破くタイプとか、あとちっちゃいのもあったと思うんですけど、気になった方はぜひサンプルからでも使ってみてください。この1本使い終わった頃のお肌も楽しみだなと思っています。はい、では続いてちょっと分かりやすくこの化粧水の後につけているこちらはダムダムのもちもちルミナスクリーム、こちらはもう2つ目なんですけど、本当に気に入っていて、化粧水の後に乳液代わりというか、もうこのクリームで蓋をするように使っています。こんな真っ白なクリームなんですけど、本当に名前の通りもちもち感がすごくて、朝も夜も私はこちらを使っているんですけど、まず朝が化粧のりが本当に良くなりました。スキンケア朝終わらせてメイクをするまでの間に若干乾いてしまう乳液とかもあったんですけど、もちもち感がずっと続くので使い続けて、お気に入りの、一時も変えたくないと思うクリームです。ダムダムのアイテム、他にも化粧水とかいろいろと使ってきているんですけど、ダムダム初めて使いたいなと思う方には、私はこのもちもちクリームが一
一番おすすめかなと思います。もちもち感は続くんですけど、そんなにベタつくとかではないので、夜とかも使いやすいし、伸びがいいので少量で全然大丈夫なので、持ちもいいし、いろいろな面でお気に入りとおすすめのクリームです。はい、では続いて洗顔です。こちらはキールズのレアアースディープクレンザー、 150g 入った結構しっかりと大容量の洗顔です。キールズ の公式サイトで今回お買い物したんですけど、毛穴に特化したスキンケアをバーって調べた時に出てきたもので、少し小さめのスクラブが入っています。で、確かにこれで1週間ちょっと洗い続けて、毛穴は確かに目立たなくなってきたなと。この小鼻のあたりとかの毛穴とか、あとこことか毛穴はもうほとんど私は気にならないぐらいまでなったので、これはすごく変化を感じやすくて良かったなと思っています。なのでまだもちろん使い続けるんですけど、1週間ちょっとでも分かるくらい変化だったなと私は感じました。小さいスクラブが入っているクレンザーなんですけど、粒が大きいものはやっぱり刺激が肌にあるので、週に 1,2 回とかで頻度を少なめにしているんですけど、これはすごく小さい細かいスクラブなので、毎日私は今のところ使っていても問題ないというか、ちょうどいいぐらいの、この夏の季節の毛穴とかはやっぱりその日にしっかりと洗い流したいなと思うので、これは毎日使えるなと思っています。ちょっとこちらおまけなんですけど、一緒にこの洗顔ブラシを使っていて、こちらフォレオという、以前も何回か、結構動画で紹介させていただいた洗顔ブラシで、ルナー3というタイプの、ブラシのシリコンのところがすごく柔らかいので、小さいスクラブなので柔らかいので、お肌に刺激をそんなに与えずに洗うことができるので、相性がいいなと私は思いました。なのでこの2つを使っています。もう一つフォレオの、こちらの方がちょっと長いんですけど、使っているのはルナミニ2という、もう2年ぐらいかな使っているブラシで、使った感じこのピンクよりもちょっとブルーの方が少しブラシのシリコンの張りがある感じがするので、スクラブの洗顔の時はちょっと強すぎるかもしれないなと思って、こちらはスクラブとかがない普通の洗顔とかをしっかり泡立ててくるくると洗うと、これもまたすごく汚れが落ちるっていうのが実感できるので、絶対にもう欠かせないアイテムです。おまけでした。はい、では最後にジラッキールズのスムージングヘアオイル、洗い流さないトリートメントです。1週間ちょっと使ってこれくらい減っているんですけど、今回のキールズの購入品の中で一番すぐに効果を実感したアイテムです。これ 75ml なんですけど、使い終わってからもまた追加で購入したいと思っています。何がそんなに良かったかというと、悩み、髪の毛の悩みは癖っ毛、ちょっとうねりが全体的にあって、全然直毛ではなく、どちらかというと癖っ毛でまとまりがない方なんですけど、これタオルドライの後にドライヤーする前にロングなので、2プッシュぐらい、1回目からもう初日から違いが実感できるぐらい分かって、まとまるし、サラサラになった感じがすごく久しぶりで、懐かしい子供の時のダメージのない髪を久しぶりに思い出したぐらいサラサラになって、なんだこれはっていうぐらいびっくりなヘアオイルでした。もうちょっと早くに出会いたかったなって、使えばよかったなと思うヘアトリートメントで、で香りも甘めの香りがほんのりと香ってきます。好みはもしかしたら分かれるかもしれないんですけど、私はすごく好きな香りだったのでよかったなと思って、ちょっと甘めの香りがお好みの方はいいんじゃないかなと思います。はい、以上が今回私のお気に入りのスキンケアとコスメとヘアオイルでした。まだまだ紹介したいものが本当にたくさんあるんですけど、別の動画でまとめていきたいなと思っています。リクエストというか、こんなものが見たいとか、ジャンルとかあったらコメント欄とかインスタグラムのコメントでも大丈夫ですし、お待ちしております。久しぶりの動画で本当に緊張気味になっちゃって、喉が今すごく渇いているんですけど、楽しんでいただけたらいいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後までご覧くださってありがとうございました。バイバイ。